んばんは、五十嵐玲です。今週は長距離のハンデキャップ重賞日経新春杯が京都競馬場で開催されます。今回は頭数を4頭に絞った3連単予想で勝負してみたいと思います。それでは今週もよろしくお願いします。今回本命に選んだのはパフォーマープロミスです。グレートフルステークスを優勝したステイゴールド3区の馬です。まだ1600万下の条件戦を勝ち上がったばかりの馬なのですが、2400メートル以上のレースでは1勝で2着が2回と連帯を外しておらず、長距離適性の高さを感じる戦績を残しております。で、上がりタイムの高さを求められる日経新春杯ですが、前走のグレートフルステークスでも4番手から上がりタイム2位となる34秒9をマークしており、過去のレースでも上位に食い込む上がりタイムを出していることから、今回のメンバーなら重賞挑戦でも狙えると見て本命に選びました。対抗にしたのはミッキーロケットです。昨年の日経新春杯を優勝したキングカメハメハ3区の馬です。G1 戦線でも掲示板まであと一歩の競馬ができているように、実績の高さは今回のメンバーなら上位な馬だと思います。で、気になる点を挙げるとすれば、昨年はこのレースを55キロで出走できているのに対して、今回は 57.5 キロとトップハンデを背負っているので、その辺がどの程度影響するのか未知数な部分があるので、今回は2番手評価にしました。で、能力的にはトップハンデを背負っているように通用する馬だと思うので押さえておきたいと思います。それからソウルインパクトです。アルゼンチン共和国杯を2着に好走したディープインパクト3区の馬です。勝ちきれない印象がある馬なのですが、副賞圏内で考えるのであれば、過去の戦績を見ても11回の3着という経験を持つように、相手なりに走れるタイプなので、軽視は禁物な一頭かなと思います。さらに長距離戦となる 2400m 以上のレースでは、1着が1回で2着1回3着3回で4着以下が0回と副賞圏内を外しておらず、距離適性の高さに関しては大きな信頼が持てそうです。で、勝ち切るところまで至るのかは疑問が残りますが、馬券圏内で見ると要注意したいと思います。次に選んだのはモンドインテロです。昨年の日経新春杯を3着に好走したディープインパクト3区の馬です。ステイヤーズステークスでの3着や、あと札幌日経オープンを連覇している点を考えても、長距離戦での勝負強さは際立つものを持ち合わせていると思われます。で、前走のチャレンジカップでは4着に敗れてしまいましたが、距離の部分で少し短かったようにも思えるレース内容でしたので、今回のニハロン延長はこの馬にとって大きなプラス材料になりそうです。それでは今回は以上の4頭を3連単もボックス合計24点で的中を狙ってみたいと思います。今週は京成杯の予想と愛知杯の予想も配信しておりますので、お時間がございましたらぜひそちらもご覧ください。そして前回の金牌動画の時に皆様より企画募集をしておりましたが、たくさんの方にご提案をいただきありがとうございました。で、ご意見いただいた企画の中から私が選ばせていただいたのは、メインレースで馬女メンバーが馬を5頭ずつ選んで、5着までに選んだ馬が何頭入着するかという企画で、長かったですけど、という企画で入着頭数が多い人が勝ちで、少ない人が罰ゲームというご提案を選ばせていただきました。で、この企画が面白いと思っていただける方は、この動画のコメント欄に企画内容を記載したコメントを載せておりますので、グッドボタンを押してください。で、他の馬女メンバーのところにも企画内容が記載されているので、そちらもご覧いただいて選んでいただければと思います。で、集計結果は来週の予想動画にて私が発表したいと思いますので、楽しみにしていてください。で、それでは今週も皆様のチャンネル登録お待ちしております。ではまた来週お会いしましょう。